くい。おじさん、何してるの？うわー、だから俺は二人もコーチできんと言ってんだろうが。なんだ、別の小僧か。俺は忙しいんだ、あっち行け。イル、エントリー終わったよ。おい、パーク、分かった、分かったから、もっと小さな声で。いたほら見ろ、見つかったじゃないかい。町の人にも聞いた。あんたやっぱり英雄専門のトレーナーなんだろ。ヒーローだ。英雄？ヒーロー？どっちでもいいよ。あんたの力が必要なんだ。俺は英雄になりたいんだ。さっきも言ったはずだぞ。答えは二言。同時に二人も面倒見切れん。俺はこいつのコーチで手一杯だ。はい、行くぞ。そこなんとか頼むよ。アンバース、モンスターが。ピュー、俺の実力見てから決めてくれよな。僕だって。あっ、きゃ。わかった、こうしよう。もうすぐ開かれる闘技大会でお前たちの試合を見る。それからどっちをコーチするか考え直す。よっしゃ。じゃあ俺、闘技大会にエントリーしてくれ。闘技大会？じゃあ俺も。エントリー制限はあいつでいっぱいだ。どうしてフィル、僕をコーチしてくれるんじゃなかったの？今言った通りだ。ヒーローになりたいのなら、闘技大会でこれまでのトレーニングの成果を見せるんだな。フィル、それからしばらくトレーニングは中断だ。お前だけ俺が鍛えたら不公平だからな。元気出せよ。闘技大会で頑張ればいいんだろ。俺、ベントゥス、よかったら俺の力を貸すよ。君が力を貸してくれる？うん、僕はヘラクレス、ハークって呼ばれてる。よろしく頼むよ。だったら俺はベンだ。一緒に頑張ろう。じゃあ僕が先に行って準備をしてくる。コロシアムのロビーで待ってるよ。ヒーローになりたいって言ってたよな。うん、実は僕の父さんはオリンポスの神ゼウスなんだ。え？ハークは神様だったの？違うよ、僕は人間さ。赤ん坊の時、何者かにさらわれて神の力を奪われたんだ。ヒーローになるっていうのは？神の力を取り戻すための条件なんだ。この世界でヒーローになれば、僕は父さんに会いに行ける。そうか、だったら頑張らないとな。ベンはどうして旅をしてるんだい？俺は友達を見つけたいんだ。じゃあもう見つかったじゃないか。え？僕たちはもう友達だろ。ありがとう、ハーク。闘技大会の説明をする。この大会は西と東、2つのブロックに分かれて行われ、それぞれの勝者が戦って優勝を決める。お前たち2人は西ブロックにエントリーしている。先に始まってる東ブロックでは、えらく強い参加者がいて、すごい勢いで勝ち進んでいるらしい。お前たちも頑張るんだな。さあ、そろそろ行くぞ。どんな人なんだろう。ベン、行くよ。うん。いよいよだな。うん、ここまで来られたのはベンのおかげだ。じゃあ俺はもういらないってか。
とんでもない。ヒーローになるにはフィルの力が必要だよ。当たり前だ。どっちが勝っても恨みっこなしだ。もちろん僕はヒーローだからね。それを言うならヒーローの卵だろ。そうか。ほとんど互角だ。大変だ。町でモンスターが暴れてるそうだ。もしこっちに来たら試合どころじゃない。モンスターだって？放っておけないな。モンスターは俺に任せろ。二人は試合を続けてくれ。ここから先は通さない。わあ、ハーク、試合はどうしたんだ？棄権してきた。友達のピンチに駆けつけられないなんてヒーローの卵失格だからね。さあ一緒に戦おう。試合棄権させてごめん。どうして謝るんだよ。僕が自分で決めたことなんだ。なんだ、もう倒しちゃったのか。君も来たのか。俺も英雄の卵だからな。まあほんのちょっと遅れちゃったみたいだけど。二人とも試合を投げ出してきたのか。じゃあ結果は？僕が先に飛び出したから。待てよ、ほとんど同時だったじゃないか。でも誰が勝った方をコーチすると言った？俺は試合を見るとしか言ってないぞ。ヒーローにはただ強いだけではなく人を思いやる心も大切だ。その点では二人とも合格と言える。だがとっさの判断の遅れが大事になってしまうこともある。それじゃあ、なあ、タッチの差かよ。ま、しゃあねえか。まだ名前を言ってなかったな。ザックスだ。おめでとう、ヘラクレス。ありがとう、ザックス。喜ぶのはまだ早いぞ。ヒーローになれるかどうかはこれからだ。そうだな。俺もまだ英雄になる夢を諦めちゃいないからな。本当は最初からコーチする方を変えるつもりなんてなかったんでしょ。当たり前だ。俺はハークの才能を信じている。だが今一つ伸び悩んでいるな。きっかけが必要だったんだ。ベントスと言ったかな。お前さんのおかげでハークは一回り成長した。礼を言う。俺の方だってハークと友達になれて嬉しかった。テラ、アクア、俺たちもまた一緒に笑い合えるよな。もう行くのか？うん、まだ旅の途中だからね。また会えるかい。ハークがヒーローになった姿を見に来るよ。俺が英雄になった姿だね。それっていつのことだよ。なんだと？